下痢は、健康時の瓶と比較して、非常に緩いゲル状、もしくは液体状の瓶が出る状態である。主に消化機能の異常により、人間を含む動物が患う症状であり、その際の瓶は、軟弁、定常瓶、水曜瓶とも言う、東洋医学では、節者とも呼ばれる。世界では、毎年17億人が発症し、また毎年76万人の5歳以下児童が、 下痢により死亡している。発展途上国では主な死因の一つとなっている。軟骨魚類、両生類、爬虫類、蝶類及び一部の原始的な哺乳類は下痢とよく似た柔らかい瓶を排泄するが、それらの排泄を指して下痢とは呼ばない。それらの生物は消化器官の作りが原始的であったり、全排泄を総排泄空で行うことから瓶の柔らかいことが状態である。 下痢は消化吸収能力の機能低下や毒物の服用、何等かの感染症、薬剤の副作用、内分泌疾患によって発生する瓶が、泥状や水溶の症状である。多くの場合、排便回数の増加を伴う。下下薬の服用に伴い生じる、下痢様症状は除外する。下痢症状の継続期間から以下に分けられる。瓶が非常に柔らかくなる際に合併する。 主な症状は、下痢の原因に直接関係のある副次的に生じる、などが挙げられる。特に水曜瓶に伴う脱水症状により、重篤な状態に陥ることもある。瓶の状態は、ブリストルスケールにより評価する。2004年の10万人あたりの下痢の、障害調整生命年齢たなし。 5 0 0 5 0 0一ゼロゼ1 0 0 0から1500-1500から2千二千2 0 0 0から2500-2500から3千三千3 0 0 0から3500-3500 35から40004000 4000から4500-4500 45から5000-5000から6000-6000-2004 600年には世界で約25億人が下痢に罹患し150万人の5歳以下の子供が死んでいる。 これらの患者の半分以上がアフリカ及び南アジアに在住している。20年前には500万人に1人が毎年死亡していたが現在では改善しつつある。これらの年代では下痢の死因は全体の16%を占め、肺炎の17%の死因に次いで第2位の死因となっている。通常、便は大腸内にて水分やミネラルを吸収された上で排出されるが、 何らかの原因で水分を多分に残したまま便宜を模様して排便されることがある。浸透圧により、腸壁から腸管内に水分が排出される。これが下痢である。治療方針を決定するため原因鑑別を行う。腹痛を伴わない、何らかの摂取物や疾病による症候としての下痢としては、胃腸炎も、酸性感染性の下痢は、ウイルス、細菌、 寄生虫など多くの原因がある。感染性下痢はよく胃腸炎に関連付けられる。成人の下痢で最も一般なのはノロウイルスであり、5歳以下児童の下痢で最も一般なのはロタウイルスである。さらにアデノウイルスタイプ40、41やアストロウイルスによる感染性下痢も一般的である。また赤痢、コレラ、病原性大腸菌などによる感染症や クリプトスポリジウムといった病原性原虫や寄生虫の寄生でも発生し、最悪の場合は死に至る。症状、水臓の障害により、栄養分の吸収が十分にできないことによる。詳細は、炎症性腸疾患を、酸症脱水症状は特に細胞外液脱水になり、塩分などのミネラル分などの消耗も起きるので、電解質代謝異常をきたす。 瓶は通常アルカリ性なので体液の酸アルカリ平行が酸性に向かいアシドーシスとなって体液が酸性に傾きアシュデミアになりやすい。これはオートの際に酸性の胃液を吐くため平行がアルカリ性に向かいアルカローシスになって体液がアルカリに傾くアルケミアになりやすいことと対比すると分かりやすい。また脱水が高度になると循環血流量が減少するため 多臓器不全やショック、意識障害を招くこともある。また、消化感染抗性疾患に伴う腹膜炎は、貧回の便意を催すことがある。経口保液を受けるこれら患者詳細は、脱水を参照下痢の際には、通常より多くの水分が失われるため、それを補填するために経口、または、湯液により水分補給を行う。原因が、食中毒や感染症や、 消化管の基質的な疾患に起因する場合、原因に対する対象療法が行われる。食中毒、感染症、消化管の基質的な疾患に該当しない、下痢の場合は死者薬が処方される。また、死者薬と乳酸菌製剤が併用されることもある。なお、食中毒などの感染症に伴う下痢は、病原体を速やかに排出する防衛作用であり下痢、止め処置は、 病状の悪化を招くとの専門家の指摘がある。死者薬も参照。ありがとうございます。